Majestic Purple のマリカとマキアカリです。アドプタルライスパース。大学受験の時は漢字を1から。でアイドルって日本の文化、お題始まりました。モテシアです。さあ今回なんですけども、はい、ゲストの方においでいただきましたよろしくお願いします。マリモです。はい、マリモさんなんですけど、すごいやっと会えましたねっていう。やっと、もう何回も日程調整をしていただいちゃって。いや、2ヶ月経ったんですか、はい、いや、2ヶ月ぐらい経ちましたニューヨーク行って、ね、ハワイも行ってて、フランス行ってて、なかなか予定が合わず、はいはい、そう、帰国史上、はい、はい、やっと帰国史上のインタビューをしようというのをずっとやってて、はい、なかなかいないなって言ったら、うんうん、出てきたので、出てきた、はい発掘されました。じゃあちょっと経歴を、はい、経歴というか、まあ、なんか自己紹介をお願いします。はい、マリモです。よろしくお願いします。生まれは日本の横浜の方なんですけれども、はい、あ、本当ですか、はい、その後すぐパナマに幼稚園時代は、はい、行きまして、その後一回日本に帰ってきて、タイの方に行きました。で、小学校の2年生から5年生まではタイの日本人学校に通ってて、中学を機にインターナショナルスクールに、はい、タイのインターナショナルスクールに変わって、中学3年生から高校1年生の間だけオーストラリアのシドニーの方にまた転勤が決まって現地校に通ってたんですけども、最終的にはタイのインターナショナルスクールに戻ってきて高校を卒業して、大学は日本で入学したという、ちょっと複雑な、それどれが母国語になるんですか。そしたら一応日本語が母国語なんですけど、はい、その実家とかが日本にないので、はいはい、あんまり日本に帰ってきて安心っていう感じではない。 あんまりそういう国がないですね。いろいろ転勤しちゃったので。タイ語もいけるってことですか。タイ語は日常会話というか、はいはい、ちょっと生きていく術はあります。読み書きはできないんですけど、まあ、でも勉強してきたのは英語ってことですもんね。そうですね、ずっと勉強は英語でしてきました。はい、小学校タイ語、小学校はタイですね。でも小学校1年生と6年生だけ日本で、2年生と5年生はタイの日本人学校に、いました。そんな感じなんですね、はい、日本語は結構漢字とか苦手。そうですね、中高やっぱりずっと英語だったので、大学受験の時は漢字を1からまたやり直しました。それ帰国子女入試なんですか。あ、そうです、帰国子女枠で受けたんですけど、小論文とか、そう、あった。早稲田、はい、頑張って法そうです、法律ですね、法学部です。なんか普通ね、帰国子女って言ったら国際教育ってイメージだと思うんですけどあるある。どうして法学部行こうと思ったの。そうですね、まあ、1点目としては結構シルス国際教育学部は高校のインターナショナルスクールでやってた内容と重複しちゃう。おう、あ、待って、重複だ。どっちでも、まあ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 ちょっと待って、重複だけどまあまあまあどっちでもいい重複しちゃうからちょっと新しいことにチャレンジしてみたいなって思ったのと、あとやっぱり今後海外に出てどんどん働きたいなと思うんですけれども、一日本人としてやっぱり日本のことを知ってから海外に出たいっていう意思があったので、日本の根底となる、面接みたいですね根底となる、はい、法律をねちょっと学ぶことによって日本のこともっと分かるんじゃないかなって思ったので法学部にしました。なるほど、そういうファブリックを、あ、そう、ファブリックをなるほど、はい、ですね、布じゃないですよ。違いますよ、はい、でオーストラリアの学校に行こうとか思わなかった、うん、そうですね、全然アメリカとかにも行きたいかったんですけど、やっぱ日本の大学の費用の 3、4倍するじゃないですか。あ、アメリカ高いですね、はい、なので、まあ、プランとしては留学をする予定だったんですよ、早稲田から交換留学で。でもコロナで全部ダメになっちゃって、結局4年間日本に監禁されることになっちゃったんですけど監禁そう。でもそれ家族で来たんですか。いや、あの、私だけです、まだ両親はタイの方に住んでるので、そうなんですね、なかなか会えないんですけど、すごい、タイから一人で、そう怖かったです。で、どうやってまず帰国子女入試について知ったんですか。そうですね、やっぱりあの周りの先輩方とかも帰国子女入試で日本の大学受けて帰国される先輩方が多かったので、それでなんとなくは知ってて、いざ受験だっていう時に、一般受験はまあもちろん無理だし、まあ、自分のメリットを生かせるところ、アドバンテージ生かせるところってなったら、やっぱり帰国子女枠なのかなって思ってたんです。だけどやっぱり
小論文とか現代国語とかもあったので、はいはいはい、簡単じゃなかった。あ、そうなんですね。うん、まあ、メリットの使い方で英語の意味で使ってました。日本語の意味で使ってました。あ、そうそうそうですね。そうそう、アドバンテージの意味ですからね。そう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 。それをやろうと決めて、はい、対策しなきゃいけなくて、はい、実際科目は何があるんですか？科目は、TOEFL のスコアと、はい、小論文と早稲田は現代国語っていうのがありました、はいはい、現代国語、はい、現代文ってことかな。そうですね、多分そうだと思います。で、TOEFL 何点必要だったの？ TOEFL は基本100を超えるっていうのを目標でやってたので、あ、100、じゃあ超えましたね。頑張った頑張った頑張ったビリギャル頑張りました。100超えたわけですね。超えました、はい。超えて、で、次が小論文か。小論文、どんなことについて書いて、例えばその機械の平等とか、はいはいはい、あとはジレンマとか。ジレンマ、そう、例えばこう線路があって、電車で1個の A の道には3人の人が横たわって、こっちは1人の人が横たわってるけど、トロリープロブレムですね。そう、はい、そうです、まさしくそれです、はいはい、っていうのをいかに論理的に書くかっていう内容だったと思います。受けた時に出たんですか、それ？その時出た内容は結構機械の平等とか、あのそういう系だったと思います。それは日本語で書く？日本語で書きます。日本語で読んで日本語で書きます。そういう、はい、じゃあ小論文みたいなもんですね。あ、そうですね。書いてその場でそこに行って、はい、その場で試験会場で、まあ、大学で、やるわけですね。で、その後に現代語で読むってことですか？あ、そうです、そうです。なんか漢字の穴埋めとかもあったりして、漢字の穴埋め多分4問中3問間違ってたんですよ、私後で友達と確認したら全然違くて、でもそれ以外のところで点数取れてたからギリギリセーフだったんですけど。え、なんか選択式なんですか？記述式？あ、記述式です。そう、すげえ難しい。それで大変だ、うん。でやって、でいざ法学普通の授業を受けるんですか？はい。だってめちゃめちゃ難しい日本語いっぱいじゃないですか、いきなり。そうですね、その日本で生まれ育った人にとっても難しいって言われてる科目を、うん、まあ、日本語がちょっとね劣ってる私がやるっていうことに関しては結構最初どうしようと思ってたんですけど、結構結束感、友達との、はいはいはい、バン、あ、そうそうそう、ポンがそう固まっ強まって、なんとか乗り切りました。こんな時に日本語結束感言わない言わないから。ちょっと無理に難しい言葉使っちゃうとすると変な日本語出てくるんですよね。でも英語の授業とかもあるわけです。第二カ国語、はい、第二外国語、うん、第二外国語はあったんですけど、あ、第一のやつは取らなくていい？英語は取りました。なんかアドバンスクラス、はい、あ、アドバンスのあれ、ね、そうそう、あるんですよ。で、中国語を第二カ国語で取ってました、はい。アドバンスだから、まあ、みんななんかディスカッションとか、あ、そうです、そうです、そういうやつですよね、はい、まあ、そういうのもちゃんと、うん、まあ、そうですね、敬語にもインテンシブっていうのもあって、そうですよね。それでやって、で、じゃあまあそこは楽しくって、うん、他のでも授業単位取るのが大変じゃなかった、うん、めっちゃ大変です。なんかこんな分厚い教科書とかがあるんですけど、まあ、いかに効率よく出る範囲を見極めて勉強するか、まあ、山を張るって言ったらあれですけど、っていうのでやってました。あ、そうやってやっていったわけですね。そうですね。で、これで帰国しようとしてこう入って、うん、で、普通の授業を受けて、うん、なんでアイドル活動してるの？確かに、いや、これもその根底に日本の文化を知りたいっていうことがあったんですよ、はい、日本人として。で、アイドルって日本の文化だと思ってたっていうか、はい、海外で見たことなかったんです、はいはいはい、アイドル、K-POP 以外は、うん、なので、自分で実際に見てみたい、やってみたいっていう気持ちでやりました。あと、歌とダンスがもともと好きだったっていうのもあって、はいはいはい、そこを組み合わせてアイドル始めました。それ、始めましたで始められるもんじゃないそんな冷やし中華みたいなこの夏始めましたみたいな。そう、だからそんな感じで、自分を売り込むんですか？そうですね、やっぱりその自分の自己表現力とか自分を売り込む力っていうのは使いますし、それも社会人になっても使えると思うんですよ、やっぱり自己アピールっていう面でも。で、就職活動の時も結構それが役に立ったりして、意外とどんな方とでも隔たりなく話せるみたいな。スカウトとかじゃない？あ、そう、最初はその事務所にスカウトされて、はい、そこから本当は別にタレントとかやりたかったんです、うん、アイドルあんまり興味なかったんですけど、なんかアイドルやってみないっていうふうに言われて、うん、あ、確かによく考えたらアイドル日本の文化だし、やってみようかなと思って始めました。
へえ、すごい。まあ、なかなかね、英語喋れるアイドルだったら重宝されると思うんで。そうですね、プロデューサーさんの人が英語入ったフレーズとか作ってくれたりして、はい、自己アピールできる場は、はい、設けてくれてる。それアピールしますか、じゃあ。いや、しない。しないの。いや、今こそ使う時じゃない。確かにね。決め台詞みたいなのがある。決め台詞知らない、知らない。決め台詞はないです。あ、そうなの、ごめん、ごめんね。そう、あ、でも紫担当なんですよ、今日なんですけど。そうなんですね。はい、普段は紫担当のラフというグループで活動してます。牧あかりっていう名前でやってて、マーリっていう風に呼ばれてるので、マーリって呼んでください。マリモじゃなくなっちゃった。マリモじゃなくなっちゃった。マリモじゃなくなっちゃった。そう。え、なんかないですか、パーポーみたいなんで、なんか。あー、なんか、え、なんだったっけ、なんか今やってないんですけど、なんか Hey guys、なんかマジェスティックパープルの、マジェスティックなんだ。そうそう、マジェスティックパープルのマリコとマキアカリですっていう風に自己紹介してました、昔は。で、今ちょっと恥ずかしくて言ってないんですけど。なんで？え、なんか今はもう、マジェスティックパープル、え、なんかちょっといいあれがあったら教えてください。パープルに前につける。タートルみたいになんかインフマなきゃ。ああ、確かにいいですね、それ。ちょっと次回まで考えて。次回までね。次回って言ったらもう絶対英語の問題とかされると思ってなきゃいけない。やばい、私本当にやばい。行きましょう。おかしい、なんか問題変。No! No! I hate listening. これで Believe in yourself. Keep your family close and the people that was important to you along the way. ここわかりますか？ Yeah.